発車メロディーを配信する場合もジャスラックへの手続きが必要ですかカテゴリー白丸大飛翔用ネット配信手続き案内鉄道駅において列車が発車することを音楽によって伝えるために流れる、いわゆる発射メロディー、発メロの中にはジャスラックが著作権を管理している楽曲があります。 たとえご自身で収録された音声データや自作したミィデータ等であっても JASRAC の管理著作物をインターネット上で公開する場合は JASRAC の許諾を得ていただく必要があります。JASRAC が管理していない楽曲の利用であれば JASRAC への手続きは不要ですが必ず著作権者の許諾を得た上でご利用ください。 楽曲の権利関係の確認は、作品検索データベース、JWID をご活用ください。なお、鉄道駅で録音した発車メロディーをインターネット上に公開する場合は、音源制作者に認められている著作隣接権の許諾も併せて必要です。楽曲が JASRAC の管理か非管理かを問わず、 第三者制作の音源を利用する際は著作隣接権者の許諾を得る必要があります。著作隣接権は JASRAC で管理しておりませんので、音源制作会社等の著作隣接権者にお問い合わせください。JASRAC へのお手続きは、オンラインライセンス受付窓口、JTACT から申請登録の上、 申込書をご郵送ください。許諾の条件となる使用料は以下の早見表でご確認ください。